ちらも上下で合わせて5センチぐらい長いものを選びます。そしてここもだいたい余裕を持たせて切ります。こちらの背の分を長めに折ります。ちょっと折り目になります。で、長い方をこの紙から剥がしてだいたいこの背のところ、上下のちょうど真ん中でこの背のところをこういうふうに当てます。そうしましたら下から定規を当てて、でそのままゆっくりと滑らせていきます。こちらの上下の角を三角形に切ります。そしてこちらはさらにカバーはないので、ここを上下をまた切り込みを入れて、こちらのところに折って折り込んで中に貼り付けます。上下も同じく折り込んで貼り付けます。裏返してこちらで端からゆっくりと貼り付けていきます。角を三角形を切って、こちらも三角形を切り、そして上下のところも切ります。そして同じようにこちらがこんな感じになってますね。折り込んで貼り付けていきます。貼り付けます。そしてカバーがないので、こちらの残った背のところはハサミで切りつけて取ります。こちらも入れて切り離します。で、カバーを